い、ブーザー、聞こえるか？返事をしろ、ブーザー。おい、ディークか？そいつをこっちへ持ってこい。アーリー、怪我人を運べ。ブーザー、ディーク、生きててんだ。お前の助けがいる。中に運べ。たく、急げってんだ。気をつけろ。あと少しでそっちに行く、ブーザー。スキッツも気をつけろ、お前のことを狙ってる。おい、マモン抜けやがった。早く行け。スキッツに会ったら殺した。ブーザー、チキシブ。レッキー、答えてくれ。俺だ、レッキー。アイアンマイク。リンコ、スキッツが、あんたは死んだって言ってた。スキッツを探して、それからマイクもだよ。リッキー、一体何が起きてるんだ。スキッツのやつが民兵を引き連れてきたんだ。急いで探して。ロッジだよ、ロッジにいるはず。急いで行って。あいつ、マイクに。おい、お前ら。あいつら逃げるぞ。奴らを追うぞ。スキッツはどこだ。誰か見てねえか。やったぞ。俺たちの勝ちだ。早く追うよ。逃がさないで。一人残らず殺すんだ。スキッツはどこに行った。みんな探してるが、どこにもいない。早く行くぞ。大丈夫だ、奴は絶対見つけてやる。ああ、リコ、よかった、来て。リッキー、どうした。アイアンマイクが撃たれた。いや、何サボってるんだ。釣りでも行かないかと思ってな。食い物がいる。なあ、見つけたか、お前の嫁さんを。見つけた、外にいる。連れてきたのか。ああ、あんたがいなかったら見つけることはできなかった。そら、よかった。よかった。会ってみたい、お前が。あそこまでする女だからな。俺のエリザベスも。大丈夫だよ。あ、マイク。マイク。これを飲んで。いや、いらない。まだ。ほら、無理しない。ディコン、俺は間違ってた。いや、そんなことない。まだ大丈夫だ、マイク。怪我さえ治ればなんとか。俺は間違ってたんだ。間違ってた。お前は。どんな手を使って このキャンプを守る。リッキー。うん、ここにいるよ、マイク。マイク、マイク。こんなことは言いたくないが、アイアンマイクは死んだ。そのマイクは民兵が引き上げるときにスキッズを止めようとして、いつもの調子で奴を説得しようとした。
それで、ああ、うるさい！いいから黙れ！これは追悼なんかじゃない！マイクはそんなの望まねえ！俺らにそんな時間はないんだ！なぜなら今日戦った連中は、あれで終わりなんかじゃない！まだいる。奴らは軍隊だ。キャンプには大勢いやがる。次に襲ってきたら、今度こそ皆殺しにされる。だがそうはさせない。こっちから先に撃って出る。ほら喋るな、静かにしなって。アイアンマイクはディーコンを信用したんだ。だからみんなも話を聞きな。悪い、無理だ。俺はアイアンマイクじゃない、ただのドリフターだぞ。そうなら出てく。違う、出てかない。見ろ、いいか、ブーザに俺の部屋に来いって伝えろ。こいつを見てみろ、あるシェルターで見つけた。これって、ああ、トラックが必要だ。でかいダンプカーみたいなやつ。そこに書いてある肥料で満タンにする。アンモニウム、ああ、そいつをクレオソート400リットルと混ぜるんだ。肥料満タンのトラック爆弾ってこと。嘘でしょ。民兵は島を丸ごと要塞にしてる。洞窟の中には民間人、労働者、それに入隊を拒否された奴らがいる作業キャンプだってある。武器庫と守備隊はメインゲートのすぐそば。ここを叩けば大佐の民兵は終わったも同然だ。サラはどうする。サラは大佐がアークと呼ぶ洞窟にいる。でも奴らが仲間を殺さない保証はあるの？サラだって他の人も。それは保証できない。だが爆発で大混乱を起こすことができれば、その隙に俺が潜入してサラを連れ出す。でもうサラだけの話じゃないんだ。大佐は俺たち全員に宣戦布告した。しかも軍隊まで持ってるんだぞ。アイアンマイクたちはこの戦争の最初の犠牲者に過ぎないんだ。俺たちが早く撃って出ないとすぐにやられちまう。いい作戦だとは言ってない。そうだね、最悪だよ。ブーザーどうする。乗るに決まってんだろ。そっか、でも私らだけじゃ無理。そうだな、他に来るやつがいたら一緒に南ゲートを叩け、うん、爆発が起きたら敵は全員メインゲートに集まるからな、うん、オッケー、準備しないとね。むちゃくちゃなやつ、はあ、よう、どうだ。離れて。よう、ディーク。よう。なあ、これは何だ。あ、聞いてみな。このトラック戦車みてえにでけえだろう。ああ、だったらマジで戦車にしちまえってな。おい、すげえな。ああ、これもう使えるのか。じゃ、やってみる。行くよ。ああ、やったね。これはいける。
あとは爆弾だ。医療が手に入る場所なら知ってる。準備できたら連絡するな。わかった。信じなくてもいいけど、昔はフェアウェルで警官だった。訓練や装備のおかげでマシな状況だったと思うだろう。そうじゃないんだ。略奪行為がすぐに始まったからだけじゃない。何もかも最悪だ。みんなイカれてた。おかしいと思えば誰でやろうと打って、自分もおかしくなってるのにな。俺は女を撃った。彼女の子供たちの前で。リーコン、久しぶりじゃない。どこを殺して。ブレア、調子はどうだ。子供たちは車にいた。外に出そうとしたんだが、もう感染してた。地獄だよ。わかった。そういった経験をしてるみたいね。だけど生き延びるためには仕方のないことだったのよ。そう。何でも揃ってるよ。オッケー。また来てよね。おう、ディーコン、調子はどうだ。ジョー。よし、耳を持ってきたな。これだけだ。よう、ディーコン、キャンプ暮らしはどうだ。大事にしてやれよ。わかった。いつでも来な。作戦はアイアンビュートランチに行けば肥料が見つかるんじゃないかと思ってる。アイアンビュートだと。ああ、あそこにはもうジェッシーやリッパードンはいねえし、昔はゴルフ場だったんだろう。ならいろいろあるだろう。芝刈り機とか。それに肥料、確かにな。俺は先に行った場所を確認して。逃げるよ。終わったら連絡するから、トラックで来てくれ。よし、わかった。それじゃあな。おっと、盗ったと人殺しの仲良しグループか。次のターゲットでも探してんのか。リコン、いる？ああ、どうした、リッキー。ありがとう、私たちのために戻ってきてくれて。いや、戻るのが遅すぎた。そんなことない。まだスキッツを止められるでしょ。ああ、必ず止める。あの、残念だったね。サラのこと、大事な人を2回も失うなんて本当に辛いと思う。まだ。あ、まだ失っちゃいない。助けるために爆弾作ってんだ。まあ、とにかくロストレイクはあんたに感謝してるよ。なあ、リッキー。ああ、分かってると思うが、こうなったのはマイクのせいなんかじゃない。マイクは争い事を避けたかっただけだ。分かってる。俺に連絡できたな。おお、やっぱいたか。
いいか、俺は止めようとした。本当さ、信じてくれよ。俺だってマイクを殺したくなんてなかった。タイ、大佐がすぐに来いと言ってます。分かった、すぐ行くと伝えろ。タイイク、随分と順調な昇進だな。別に俺は階級なんてどうだっていい。デイク、話を聞け。え、慣れ慣れしく呼ぶんじゃねえよ。分かった、とにかく聞け。クール、なんとかなりそうだ。お前を逃がした時、大佐がぶち切れた。できた。あの女、ウィテカ少尉もグルだと思ったらしくて殺そうとしたんだ。おい、聞いてる。だが俺は言った。あの女がせっせと作ってる毒薬はフリーカー以外にも使えるかもしれないってな。例えば敵のキャンプの水源に投げ込んでやるとかよ。そうすることでもっと手っ取り早く問題を解決できるかもってな。そんで大佐はその案を気に入って俺にアークを任せた。つまりあの女は俺の部下になったんだよ。わかるか。一体何が言いたい、スキッド。警告したかっただけさ。俺には止められねえ。大佐は全軍引き連れてお前らをぶっ潰しに行った。はい、そうか、俺たちは逃げねえ。あいつが来るって。ああ、さすがに止まるな。はい、そうか、俺たちは逃げねえ。あいつが来るってんなら迎え撃つだけだ。すぐに行くって言ってんだろ。俺は行く。だが見てか、少尉にはよろしく伝えといて。んじゃ、また後でな。スキッツの野郎、鹿はいつものんきに道路を渡ってるな。ああ、クソ、ありゃフリーカーの大群じゃねえか。リッキーが来る前に何とかしねえとえらいことになるぞ。ブーザー、リッキーに伝えてくれ。ちょっと時間がかかるかもしれないって。途中にフリーカーの餌場があるんだな。そうか、リッキーと助けに行ってもいいが、どうする？あ、いや、いや、俺一人で大丈夫だ。心配するな。俺は一人の方がやりやすい。そう、分かった。それにリッキーから聞いたが、お前警備主任になったんだろ。キャンプの奴らに偉そうに命令したりして忙しいんじゃねえのか。俺も出世したもんだろ。だが、マイクも死んじまったし、すぐクビになるかもな。そしたら草むしり。そいつはどうかな。Thank you.
ああ、くそ。ありゃフリーカーの大群じゃねえか。リッキーが来る前に何とかしねえとえらいことになるぞ。ブーザー、リッキーに伝えてくれ。ちょっと時間がかかるかもしれないって。途中にフリーカーの餌場があるんだな。そうか、リッキーと助けに行ってもいいが、どうする？あ、いや、俺一人で大丈夫だ。心配するな。俺は一人の方がやりやすい。そう、分かった。それにリッキーから聞いたが、お前警備主任になったんだろ。キャンプの奴らに偉そうに命令したりして忙しいんじゃねえのか。俺も出世したもんだろう。だが、まあ、マイクも死んじまったし、すぐクビになるかもな。そしたらクソも死ぬ。そいつはどうかな。まあ、俺はそれでもいいがな。準備できたら言え。リッキーが早く始めたがってる。じゃあな。おい、受け取れ。Yeah.
さ。よし、今ので最後だな。腐ってね。ブーザーいるか。片付いたぞ。レッキーにトラックを運ばせろ。わかった。おいディク、後で見せてえもんがある。ああそれより楽しみにしてるぜ。じゃあな。金になる。ふん。